まだ寒ない？うん、女ちょっとあれ持ってこうか。よいしょ、ちょっと待って。置くよ。これ置くよ。ええよ。こんばんは、きらこねちゃん。おでんよ。ほんと。おでん。叩き何キロいる？うん、叩き何キロいる？これ叩き何キロ？あんた醤油取ったらつけてや、入れてや。うん、うん、そうよ。え、なんでここに？あんたのつけ醤油つけてから入れてもらったらいい。2つあるね。これ入れて。これそのまま取ろうか、さらに取ろうか、まあ、うん、今この人だけだったら取らずに、うん、よっしゃ。おでん取ってあげなさい。うん、おでん取らない。これはいらんねん、これがいっちゃうよ。何？おばたまっちゃう。あそこなん、あるね。え、いいのよ、熱いけ。赤じいじもいる？いらん、いらん。お揚げと、一つなんざあったら、これなんじゃの、これ食べてみなはったり、ちょっとここ置いてや。これカロないけんの、見出しやけん。うん、いいいいいい。ちくわは、ちくわ一つ入れとって、うん、もうそれで上等や。お揚げは、さっき言ったら揚げ入れたの、食いきな、容器は、あ、それで上等、ありがとう。熱いで、はい、ここはみがらし入れてあんけん、ちょっとずつつけて、はい、これを塩かけたんな。これをみんないらんでよ。うん、いらん、いらん、食べるっけ、うん、もうさ、色はいらん。よいしょ、お皿
がある。叩きな、ここへかけるか。かけた、かけた、うん、だよな。なんじゃ、ガムドキ言うのこれ。ちくわそのままかけた方がいいかもしれない、お醤油かけてあるけ、ちょうどいいだろ。フォークは何でも食べる。うん、大きなさいいわこれ。美味しいよね。わからん。ちくわ食べたんじゃない。わからんわ、あれつけてないし、味噌でわかる。味噌で。これはもったいないな。おいしい。美味しい、丸いの、
フフッ、ああ、ありがとう。食べたとしとけたのに、食べにしとけたのに、もういい。今日から雪降るらしいね。うん、今日から雪降る。夕方、もうすぐ降るんだよ、6時ぐらいから。何が来る？雪。雪？また、うん、うん。今日、明日は雪。明後日もちょっと雪降るの。明後日その次かも取ったんな。違う、今日から降る。今日の夕方から。今年はだいぶ降るな。うん、今年はだいぶ降るで、来年も。本当？うん、今こんなに降るってことは2月とか相当降ると思うよ。うん、2月はな、実がなきゃついとる。うん、食べる？うん、食べるの疲れるわ、自分で食べたらなかなか口入らんし。このフォークいいわ、何でも食べれる、このフォーク。うん、よかったな。
どうしたの？はぁ、一生懸命、かまどが。いや、ひっくり食べたね。今日もう一日終わったで。昨夜は何？布団、あれせんかった？布団はせんけどな。いきなりトイレ行きたいけど起き上がってあった。いや、それは本能やけ。あんないもん。本能やけ。あれでこけたら大事で、うちの上ドタンと来るでやった。落ち変態これがあるけ。落ち落ち。足だけじゃ落ち。腹筋があるけ。ええわよ、昨日は昨日で一つ一つずつようなやったな。うん、いろんなことがその代わり毛布は泣かせた。いいやん、一つ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 変わっていけったらいいやん。いっぺんにはなら、うまいことは。なんとか金引かんように過ごせたらな。そうそうそう、いろいろにようなるけどな、慣れていくけどな。うん、なるべくトイレ行きたいときあるよ。デイサービスの時に食べとったらええわ。デイサービスにつくなりなトイレ行ったりって言ったら。今まではデイサービス行く前に習いに行って薬やめとったの、うん、逆に逆だったんや。デイサービスに迷惑だけど、今回のとこは浮かまんのよ。浮かまんのよ、うん、意味がわからん。今回のとこはなちゃんとおしめとかも着替え持って行っとるけん、そういうの前提ないよ。トイレも行かすし、うん、うん、今度のとこはな、今までのとこはな、ちょっと逆にそれがいかなかったんだけど、うん、今回のとこはお風呂も入れるけん、ちょうどいいよ。日常生活のあれじゃんな。そうそうそう、うんうん、今のとこはええよ。別に今のとこはええわ。いや、もう飲みたかったらもう行くまでに飲んで、で行ってから帰れたらすぐは電気んの。最後にこれキュウリ、最後にこれキュウリだけ食べとこや。これあ、これで終わり。これでこれで、これで終わり。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、これ甘辛、はい、はい、これで終わり。はい、終わり。ありがとう。ちょっとご飯が綺麗に取れんかったな、これ。おっちゃん、おっちゃん、どこや。自分があそこにあった。あ、髪の毛の上に頭頭の上にいっぱいなんか雨が降って降ってきたかと思った。あのあれじゃないな、あのみんな頭が降ってきたで。ペーペーかして。これは噛まんの？わからん。なあ。うん。噛まねえよ。うん。
腹いっぱいになった、うん、足りかったね。ちょっとすまんけどね、うん、お茶を。ああ、いいね、ちょっと待って。何を？お茶の葉を買う。また。うん。何言ったって。本当。明日明後日はあるんで。だいや明日明後日雨降ることは4日ぐらい行けんいうことよ。変わらんないけ。これだけあるんやっけ。うん。いやそれは使いましょう。ご迷惑をかけてちょっとこれお湯もと言った方がいいかは9時5分にはそれか早くなるかもしれんけん明日の朝、うん、だって8時まで寝ようちゃいけんの。いやもう大丈夫大丈夫全然大丈夫もう全部終わったって8時40分で全部終わるんや8時35分じゃ今まで測りよったのずっと、うん、あんまりやったら待つ時間が長すぎる8時で今までどうまあ待つぐらい方がいいわ8時だろ長い待つとしんどいようん。